笠原つとむは、日本の国土交通機関。富山市副市長や、富山ライトレール代表取締役副社長、春日部市副市長、筑波大学大学院客員教授、国土交通省中国地方整備局副局長等を歴任した。東京都生まれ。1981年東京工業、大学工学部土木工学科卒業、建設省入省。 2003年国土交通省都市、地域整備局都市計画課都市交通庁査出庁。2005年から、富山市助役や、富山市副市長を務め、町づくり富山代表取締役社長や、富山ライトレール代表取締役副社長も務め、市内電車環状線化事業に当たるなどした。2008年都市再生機構業務第一部次長。2011年かすか市副市長。 2013年国土交通省都市局都市安全課長。筑波大学大学院システム情報工学研究科。客員教授を経て。2014年国土交通省。中国地方整備局副局長。2015年建設技術研究所顧問。2016年建設技術研究所。執行役員技術本部副本部長。2019年建設技術。 研究所常務執行役員技術本部副本部長。ABC 第15回ネスリーフォーラム、実行ある、防災まちづくりへの指針我々は、首都圏の都市基盤整備にどう取り組み、どう連携すべきか第15回ネスリーフォーラム、実行ある、防災まちづくりへの指針我々は、首都圏の都市基盤整備にどう取り組み、どう連携すべきかハット AB、選考結果について、 土木、学会デザイン賞、11月対、公益財団法人区画整理促進機構詳細、決定集中科目について、システム情報工学研究科解説つく大学、鳥取、平井真嗣氏、尾藤勇氏知事と国交省中国局長が、懇談、社政審商委員会の早期、開催要請法上道路再開を県が、 行政日刊建設工業新聞2015年6月22日、2014年7月8日1時51分、国土交通省国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告対成に、8年3月25日内閣官房内閣人事局、人事建設技術研究所日本経済新聞省サイズに、 変更人事、建設技術研究所日本経済新聞。ありがとうございます。